皆さんこんにちは、アルガ誠司です。柔道選手の体力トレーニングにはいわゆる基礎体力を鍛えるための一般的トレーニングのほかに、柔道選手が強くなることを直接目的とした専門的トレーニングがあります。専門的トレーニングは柔道の技の動きや要求される体力要素にできるだけ近い条件で行うと効果的です。この DVD では柔道選手の技のパワーやキレ、またスタミナを強化するための具体的な専門的なトレーニングを紹介していきます。専門的トレーニングの実施にあたっては特定の部位に負荷が大きくかかることが心配されます。そこでベンチプレスやスクワットのようなトレーニングを通じて基本的な筋力を十分に養成しておくことが大切です。例えばバーベルを肩に担いでしゃがんだ姿勢から立ち上がるスクワットの場合、男女ともに体重の 1.5 倍以上のウエイトが持ち上げられるような筋力を養成しておくことが勧められます。